皆さんどうもこんにちは、レッドです。今回は久々に取材シリーズやっていきたいと思います。オーナーのカズです。よろしくお願いします。はい、マツダの RX8 のタイプ S です。じゃあ車の全体をご覧ください。それでは今からオーナーさんに車のポイントを教えていってもらいます。このヘッドレンズはどのようなこだわりをしてるんですか？はい、中がキャンディーレッドで自分の好きな赤を入れております。で、大好きなメーカーのティファーリアっていうステッカーを貼っております。ティファーリアですか？初めて聞きましたね。お、そして中にはイカリング入ってますね。 LED のイカリングも入れております。で、このイカリングなんですけど、レッドさん流で表面を磨いております。ヤスリで削ってますね。さすがです。頑張りました。おやおや、そしてボンネットにはこれはカーボンですね。はい、大好きなカーボンをボンネットは使用しております。そしてフロントのカナードはどこのメーカーでしょうか？はい、フロントカナードの方はちょっと C ウエストのバンパーと全然合わない R マジックのを使用しております。これも一応カーボンで付けております。いやー、カナードがあるだけで全然雰囲気が違いますね。おっと、そしてこのフロントバンパーの下にあるこのアンダーパネルは何でしょうか？こちらのバンパーの下についてるアンダーパネルなんですけど、アルミの複合板でワンオフで作っております。で、ここにも一応ティファーリアのメーカーのステッカーですね、貼ってます。そしてこちらのミラー、あまり見ないタイプですね。こちらのサイドミラーは、GT ミラーを使用してまして、こちらも一応カーボンで、仕上げてます。こちらのミラーの台座は手作りですか、もしかして？はい、台座の方は一応1日で作り上げた、ちょっとあんま綺麗ではないんですけど、FRP で台座作っております。そしてこのホイールにはこだわりがあるんですか、もしかして？はい、ホイールは特にこだわりなかったんですけど、元の色が、レッドなので、このホイールに合うパールホワイトに一応全塗装しております。あ、これ全塗装なの？はい、全塗装しました、去年の夏に。それまでは、レッドですね。いやー、赤い姿は見てみたかったですね。さあ、そしてトランクには何かこだわりはありますか？はい、リアのこだわりは一応ボンネットと一緒でカーボンのトランクを使っております。で、後期のテールが好きなので、越後屋というところのメーカーのスモークテールですね、LED を、入ってるテールですね、使っております。そしてこのマフラーはどこのメーカーでしょうか？はい、マフラーのメーカーなんですけど、マフラーはナイトスポーツのフルチタンのマフラー使ってます。ちょっといいお値段しました。定価が36です。はい、それでは次内装の方行ってみたいと思います。内装の方なんですけど、サイトのロールゲージが、はい、入ってます。これが発展式の分ですね、入ってます。で、シートの方がスパルコのシートを使用してます。このシートなんですけど、一目惚れで買っちゃいました。続いてステアリングのメーカーをお願いします。ハンドルの方なんですけど、あんまいいやつじゃないんですけど、デポレーシングっていうのを使ってます。一応32パイの結構ちっちゃいハンドルを使用しております。はい、そしてメーターの方はどこのメーカーを使ってるんですか？メーターの方なんですけど、オートゲージの水温、油圧油温を、今3つ入れてます。で、その横に、シフトインジケーターとスロットルコントローラーと、あとデフィのタコメーターを、入れております。はい、カズさんの車、皆さんいかがだったでしょうか？久々の愛車紹介でした。何かオーナーさんから一言あれば。ロータリーエンジンっていうのはとってもいい車なんで、皆さんも機会があればぜひロータリーの方乗ってみてください。それでは皆さん、レッツカエンジョイレッドゾーン。毎週金曜日夜19時から動画の方を配信してます。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、この車を見ても煽らないようにお願いします。